いつもナルトトゥーボルト忍びストライカーをプレイしていただきありがとうございます。忍びストライカーは皆様のおかげで本年で運営5年目に突入いたします。そしてついに累計アカウント数は1000万を突破。そんな忍びストライカーから本日は3つの重大発表があります。まずはこちら、新たな師匠が緊急参戦決定。シーズンパス1から始まり、これまで28人の追加師匠が登場してきましたが、新たに5人の師匠の参戦が決定。新シーズンのテーマはレガシー。木の葉隠れの里に代々受け継がれる火の石のごとく、5つのレガシーを自分のものにせよ。シーズンパス5は2022年配信開始予定です。続いての新情報はこちら、ステージリノベーション実装。忍びストライカーに待望のステージリノベーションが実装。これまでと一味違う雰囲気の木の葉隠れの里など、新たなステージを順次アップデートで追加予定。さらにチャクラジャンプに新アクションを追加。戦いの場は新たなフェーズへ。新天地で自分の力量を試せ。ステージリノベーション第1弾は2022年夏頃配信予定です。そして最後の情報はこちら、木の葉隠れの里改革計画。忍びストライカーではユーザーの皆様の貴重な意見へ耳を傾けており、皆様からの希望について可能な限り開発へ反映できるよう努めております。今回はマップリノベーションやインゲームのユーザビリティ改修へ向けた運営のロードマップとして用意させていただきました。忍びの皆様がより遊びやすい環境を実現するべく、人具屋や旗小屋などの改修を中長期的に進めてまいります。またチート対策の強化を進めております。不正なユーザーに対してはサービスの利用停止を含めた厳格な対処をいたします。忍びストライカーは今後まだまだ多くの新情報発信を予定しておりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。